完成しました。ウインナーとバターの美味しそうな香りが広がっています。それでは早速いただきます。ウインナーもパンもいい焼き色がついてとっても美味しそうです。それでいただきます。うん、美味しい。ウインナーとパンはね、やっぱり相性がいいのでとっても美味しいですね。うん、うま。娘がこの料理を SNS で見かけて、それをね、僕に作ってほしいってのがきっかけで作りました。実際に作った時は娘はとっても喜んでくれましたし、もしね、キャンプ場で目覚めた時にこの料理がね、用意されてたらめちゃくちゃテンション上がりますよね。レシピはいつも通り下の概要欄にまとめてあります。とっても簡単に作れますので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介します。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバイ。